いなくなる前の夜、僕に言ったんだ。僕らは卵から生まれた少年という名の鳥なんだよ。卵は世界だ。生まれようと欲するものは一つの世界を破壊しなければならない。鳥は神に向かって飛ぶ。心の中から離れろ、ユウ。みんな死んでしまう。私がまだ何も知らなかったあの年の夏休み、世界がそれまでとは全く違って見えるようになった。今でもはっきりと思い出すことができる。あの年の夏休み。